世界四大文明を覚えよう、松井塾です。さあ、本日も、大事になってくるんですが、まず古代文明っていうことでやっていきたいわけなんですが、この古代文明一個一個やっていくとですね、一個一個で大切な要素がたくさんありますので、非常にしんどいという形になります。じゃあ、まずどうしなきゃいけないんですかっていうと、四大文明の名前を四つともしっかりと覚えてくださいというのが大事です。いいですか？四大文明を四つともきちんと覚えてくださいという形になります。さあ、まず何かという形になるんですが、こちら。はい。エジプト文明。ね。エジプト文明。さあ、そしていつもみんなが忘れやすいのが、こちらです。メソポタミア文明です。これね、地図見てメソポタミア文明の位置をしっかり頭に叩き込んでください。まあ、教科書とか見てもらうとわかるんですけど、このメソポタミア文明の位置ってものすごく難しいんですよ。なんでかって言ったら、これね、他のやつすぐわかるんですよ。わかります？エジプト文明どこにありますかって話です。エジプトにあるんですよ。インダス文明どこにありますか？インドですよ。中国文明どこにありますか？中国ですよ。すぐわかるじゃないですか。そうすると、メソポタミア文明どこにあんねんっていう話になるんですけど、中東にあるんですね。中東にあるんです。で、中東ってあんまり日本人にとっては、中東ってあんまり馴染みがないんですよ。トルコぐらいで、ケバブぐらいじゃないですかね。っていう形になるので、なるのでいいですか？メソポタミア文明の位置関係に関してはしっかりと覚えておきましょうという形になります。はい、4つしっかり覚えておきましょう。エジプト文明、メソポタミア文明、ね。インダス文明、そして中国文明、いう形になります。よろしいでしょうか。で、この文明を見るときに、絶対に押さえなきゃいけないのは何かっていうと、川です。川です。川がたくさんあるってことは、水の供給ができます。そして、農業の要素にやれることになりますから、食料が余りやすいというケースになります。だから、この四大文明を勉強するときには、必ず川とセットになって、覚えておきましょうという形になります。まあ、エジプト文明からね、ゆっくりと一個一個やっていきたいなとは思うんですが、本日は、私の体力が尽きかけているので、これ以上はもうちょっと作れないなと思いますんで、ここまでにしときたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。